ルシアン・レビブリュールは、フランスの哲学者、社会学、文化人類学者。1857年、パリ生まれ、エコールノル・マル・シュペリュールで、大学教育を受け、1879年に、哲学のバカロレアに求大。1885年から1895年まで、リセル・イル・グランで哲学の講座を受け持つ。1895年に、 ソルボンヌ大学の講師となり、近代哲学史の教授を務めた。1908年から教授に任せられる。パリに没する。1917年にはアメリカで近世哲学史を講じた後に日本を訪れてアテネフランセで連続講演を行っている。ブルールの専門はドイツ哲学であり、優れた哲学史家として認められていた。彼は、 道徳の分野においては普遍的規範を認めず、社会的事実としての道徳を研究することを提唱し、これを修復の学サイエンスデマーと呼んだ。そこからブリュールはギリシア哲学以前に道徳や倫理がいかに発生したかという問題に取り組み、文明以前の原始的神聖、メンタリティプリミティブを想定した。フレーザーのように未開社会が進化して、 文明社会となったとは考えず、文明社会の論理や科学的思考は未開社会を理解する役には立たないとブリュールは言う。文明人が分析し判断するところで未開人は総合し通る即する未開人は文明人のように論理的思考ができないのではなく、そのような心的習慣がないだけなのだ。未開人の言語は論理的概念の形式とではなく、 神話的概念の形式と比較しなければ理解できないというブリュールの学説は例えばエルンスト・カッシーラーの言語哲学に影響を与えた。日本では1920年代からブリュールが紹介され、柳拓尿は日本の民族学者出読の書であるばかりでなく、万般の教養人に読まるべき本だと推奨している。ヘーゲル研究を下地として、 マルクス研究に従事した三田関助は、その著作の一つ、資本論の方法で、レビブルールの業績に研究し以下のように述べている。レビブルールは、未開種族の言語の例を取り上げているが、そこで例えば、彼らの食べることを表す言葉は、食べ物の数だけあることを報告している。人類はおそらく、昔はすべてそうであったことと思われるが、それは、 人類の食事と食物に対する不十分な理解を示している。しかし人類はやがて食べることとその対象を分離して、それを別々の言葉として固定し、それらを総合することで様々な食物を食べることを表すようになったが、それは食事と食物に対するより深い理解の段階を示すものである。20世紀西洋人名辞典の解説、コトバンク 2018年7月15日閲覧。林達夫、共産主義的人間中高文庫。1973年、P14.W ベンヤミン、ベンヤミンコレクション大内熊学芸文庫。2010年、P165. レビブリュル、未開社会の新岩波文庫。1953年、P3。ありがとうございます。